国会では森友学園の問題で与野党が激突する中、有力議員が多数参加するパーティーが山梨県でありました。会場には菅官房長官、そして自由党の小沢代表の姿もあります。日共そのどんどか、今でいう安倍強権というレッテル貼るようなものがあったんです。レッテルを貼られている人には悪い人はいないんです。この日の主役は去年旭日大綬章を受章した旧民主党の輿石前参議院副議長です。菅官房長官は輿石氏を持ち上げながらも、森友学園問題で集中砲火を浴びる安倍総理大臣を擁護しました。パーティーには80人を超える国会議員が集まり、その安倍総理からの祝電も披露されました。